こんにちは、こんちくわ。バーボン。バーボンのロック。ロックちゃう。バーボンの水割り。毎日飲んでまえんで。何の言い訳やねん。よし、そんな酒に溺れてまへんで。何の言い訳やねん。よし、たまに飲んでるとこ撮ってるだけですよ。っちゅうね。はい、数玉オムレツ14パほんまに悲しいな。悲しきボレロ、悲しき願い。うまそう。チンした方が絶対うまそうやけど、呼ばれます。こんなん出ました。はい、いただきます。あ、これあれかな、チンオムかな、チンしただけ。え、どうやろ。解凍しただけやな。そらそうやな、元惣菜屋、元中央市場のおっさん、そらそうや。こんなん自分で焼いとったら手間かかっちゃう。しまった、ちょっと期待してしまった。騙された私がアホやねん。クーラーつけてまして、寒いわ。お前贅沢やろ。お前クーラーつける身分ちゃうやろ。はいいんですけどね、ええことないんですけど。あのワクチンのなんか予約のあれ手紙来たいう話したと思うんですけど、その時にホリエモンがね、うつ言うとったいう話もしたと思うんですけど、まあ冗談でね、私ホリエモン好きやから、好きいうかホリエモンのよう見ますね。その熱烈ファンとかそんなんちゃいますけど、だからそれ見たからかな、なんかホリエのもんのばっかり湧いてきよんね今ね、パソコンに。んでそのワクチンのなんかホリエもんはワクチンなんか、ワクチンじゃわ、コロナはなんか大したことないでで言うとったんやろね多分。お前そんな言うとってなんでワクチン打っとんねんみたいなね、批判が殺到してるって。それは別に打つやろ、別に批判もそない、マスクはちゃんとしてましたでって言うてはるしね。なんかそのお連れの人がマスクしなかったね、ほんでなんか問題やって、ほんでそれでひろゆきがね、あの2チャンネルのひろゆきが
よく稼がしてあげて、その餃子屋さん救ってあげて、今ひろゆき株がバーン上がってもうて、みんな猫も借子もひろゆきひろゆきで、でトニーさん見てね、あの私と同じそういうあの借金系の番組してある人いてるんですけど、もうその方もずっと昔から見てるんやけどね、その人長いことやってはれんな思うてけど、ああいう持続化給付金とかね、あの総合支援金とかで結構儲てはったから、ああもう安泰やなって思っとったよね。ほんならところがどっこい最近上げはってね、そのひろゆき2チャンネルの、ああ名前言うてはれんよ、あの方言うてはったからね、誰かは分かりませんね、私の予想がひろゆきなんだけど、ある方の切り抜き動画って今流行ってますねんね、なんかその有名な人のそうええー、とこ取りをした動画言うかな、多分あんまりよう知りませんねんけど、ええー、とこ取りをこう抜いて、あんなんいいんかな、よう知りませんねんけど、それをしてめっちゃ儲かってると言うてはねんね、順調や言うてね、もうすぐ収益化できてすぐもうあれしてる言うてね、よかったなぁ言うてね、私はトニーさんの客ですせ、もう生活保護になりまして話しとったんですけどね、話はしてないですけどね、コメントで入れたんやけど、はい、そんな感じで、それでほんで私はひろゆきよりもホリエモンの方が好きですね、なんで比べたらね、ほんでそれ何の話やった、トニーさんちゃうわ、ほんでホリエモンや、ほんでホリエモンのがね、いっぱい湧いてくんねんパソコンに、そうやってお前ワクチン打ってお前アホかみたいなね、そういうのがいっぱいどうのこうのみたいな、まあそれは別にいいねんけど、もうそれ言いたいやついっぱいおるからね、次郎ちゃんにもいっぱい来るように、なんかそうやって文句言いたいやついっぱいおるからね、まあそれはいいねんけど、何やったかいな、ほんならね、またそう、ホリエモンつながりでね、何やったかいな、なんか糖尿病のね、これ多分その古い情報はないと思うんだけど、古い情報なんかな、ホリエモンがね、なんか糖尿病の映画を作ったようでね、これ、5月、今年の5月でしょ、2021年のことは今年やん、今年の5月にこれアベマユかな、そこでなんか発信してはんねんけど、糖尿病の映画作って言うてね、でそれの予告編みたいな流してはんねんけど、その糖尿病は怖い病気やでっちゅうのをね訴えてはるんやけど、そこでせいせいやもで私それも発信したかったよ思ってね、全然してへんな思ってね、ほんまに、糖尿病放置しとって医者にもかからんと、んな元からその医者とか行けへんタイプやから、健康診断で糖尿病ですって疑いがありますとか言われても、そんなことで病院行きまっかいないことで全然行かんと、んでうーなりましたよ。だから逆ですね、みんな糖尿病で病院行って来ないならんように、これなるからリスク高いから注意せなきまへんで、で学んでその血糖値をやってどうのこうのしますやん。私の場合は逆で、糖尿病をほったらかしてもうーなった、ほんまになんちゅうのあかんパターンですよ。だからそれをなんちゅうかな、そのリアルに経験しとるわけから、それをねいろいろ発信しておこう思ってね、当初は思っとったんやけどね全くしてへんというねほんまに、
何学んどってんちゅう話で。けど実際問題ね、そういう経験したというか、ほんまちょっとほんままたせなあかんな思いながら、けどなんか今他にもやることいっぱいやんな思いつつね、そうやってホリエモンがそうやってやってるんやったらね、そこに乗っかってちょっと糖尿の話題しようかな思ったりね。教育入院2回やっとるからね、言うてもね。それでね、そのほんまにそうやってとひどい糖尿いうかな、いろいろ発信してはる人いてはるけど、私の場合もリアルやからね言うてもけど、そない数値がね、バカ血糖値がバカ上がりしてたわけじゃない。そのこのちょっと心臓が止まりかけた時はね、あのもう血糖値もすごいことになっとったんですけど、インスリンも打ったからよ、けど今は退院、教育に退院して、んで一時退院した時は多分70何歩やったかな、今ぐらいやったんかな、76、7キロやったんが、もう退院してからもね節制して、一時も70キロぐらいになったよ。今またバーン戻ってきて76とか7とかですやん。けど血液検査したらもう正常ですね。うわいい正常ですね。ね、でどないやねんいう話ですやん。だから食べ物もなんちゅうんですか、その入院中とか、あの退院してからもしばらくは節制してるわけですやん。で体重も減って食べ物も節制してるけど、数値はそう、まあ悪くはないけど、そうよくはないいうか、正常値の下を回れへんわけですやん。けど今食べるはおかしくはね、んでほんまに体重増えていってるのに、その数値だけは正常になってるよね。だからその辺がね、あと息子がどないなかやね、そこはまだちょっとちゃんとやってね。うん、だから逆に息子は寝とったままの方がよろしいやん。変に復活してもかなんしね、今さら。もう息子が暴れん坊将軍やったら、もう変な事件いっぱいありますやん。もう50超えたおっさんがもう何やっとんねんみたいな。だからもうね、だからね、ある意味もう長いこと寝てはるからよかったな思ってね。だから、なんちゅうたいんかな、え、話ずれとるな。うん、なんちゅうたいんかな、問題になったみたいな。またちょっとちゃうかな。女はね、してもらえるっておかしいけど、穴があるわけやしな。私はないから女にはなってへんな。耳かきはするけどね。耳かきは気持ちいいやん、うーみたいな、あーみたいな。だからある意味
ほんまにそっちにもう興味がないっちゅう。興味はあるよ、興味はそらあるねんけど、いや興味あるけど、どこに興味があるかね。その 1ミリ対1ミリ対かな、ちょっとお貸してくださいとかあるんですけど、 あるんですけど、ね、なんで丁寧やねん。そんなんはね、そのおかせてもらえへんよ、おかせてもらえへんけど、そういうなんちゅうの、そういう 1ミリ心はあるんですけど、ほんならそっからどうすんねん、そこがないからね。だからないからね、言うてどないもでけん、そこがいいとこなんやけど、だからそこがやっぱりね、何回そこを言うとんねん。元気やったらやっぱりね、ほんまに元気じゃなくてよかったわ思ってね、それだけの話。そういう募る話をしたいよね、ほんまにね。いいえ、せんでいいやろ。これはね、ああでやろう。そういう話あんまりせえへん。私そうやって、なんちゅうの、そういう、まず人と会いませんやん。そういう話ね、たまにはしてね、盛り上がりたいけどね。そういう。リアルな話ね、作った話とかいい格好なしでね、ほんまにね。ということで話がそれたな。ということで私はホリエモン派いうことやですわ。はい。ひろゆき、まあひろゆきもね、ええ人やけど、まあ、ええ人というか私ひろゆきはそんなに見てへんからね。やっぱり昔からもう楽天がどったらこったらの頃からね、ずっとホリエモン見とるし、憧れてはしてへんけどね、まあまあすごい人やな思って見てたからね。ホリエモン大好きっちゅうかね。はい、おいしゅうございました。解凍したオムレツおいしかったです一言多いねおっさん一言多いね当たり前やろ。そんな期待したよ、騙された私がアホやねん。ていうことで何が言いたかったん。ホリエモン派が言いたかったのと、いやそんな、別にそんな信じちゃいますね、っていうことと、あとホリエモンがワクチン打ったいう話と、でだからそんな加減でホリエモンがいっぱい湧いてくるね、関連慣れで湧いてくるいうのと、パソコン賢いな、こいつホリエモンのこと今興味あんねや思ったら、もうホリエモンのことばっかり出てきよん。あ、ほんで糖尿病や、ホリエモンが糖尿病の映画を作ったいうことで、ちょっと私はそこリアル経験者としてね、ここをちゃんと発信していかなあかん義務があるんじゃないかなと。でおまけに治ってるわけですやん。いや知りませんねんけど、それはちょっと息子に聞いてくれいう話やねんけど、そのね、あの数値的に落ち着いてるわけですやん今のところ。それも体重増えて落ち着いてるわけですやん。そこのシステムなんとないやねんいう話ですやん。だからまあその辺もね、その薬も飲んでませんやん、飲んだことになってるんですけど、もう当時薬買う金もなかったから、そんな薬もらってませんやん。だからどないやねんっちゅう話なんですけどね。だから今度ね、もうそのお世話になっとったあの糖尿病のね病院にも、生法、そこは生法受け入れない病院やったんでね、もう帰るんですけど、次でね、次からはお薬代がただらしいんで、ね、どうやろ、真面目に飲もうかな思ったりね、まあそれでどうなっていくかね。
ていうことですわ。はい、毎度毎度あれやな、なんかね、甘えか、いやほんまにね、もうなんかもう伝えたいこと山積やねんけどね、どうもなんかね、こううまいこと、もううまいこといかんな。まああの長いお付き合いでお願いしますわほんまに、あのたまにはええこと言いますんでね、もう今回こいつおもんないない時はあの真ん中飛ばして最後だけね、最後たまに落ち着けてる時があるんでね、あのね、真ん中飛ばして最後見るとかね、でなんか今回はおもろいでいう時はなんかおもろいでとかちゃんと言うてますんでね、そういう時はこう寝ながらね、それ見ながら寝落ちしてもらう感じでね、それ以外はもうパーン飛ばして最後だけ見て、なんやもんないのーパーンみたいなね、けど一再生だけお願いしますっていうことで、はい、以上です。いつもありがとうございます。もうなります、 なる前に消そう、はいっていうことで、いつもありがとうございます、はい、失礼します、パフパフバイナラ